民法改正日本は、一夫多再生になったわ、原作、赤、堀悟る、作画、竹内桜による日本の漫画、ヤングアニマルにて、2015年ナンバーワンんから2018年ナンバーにまで連載された。民法が改正され、男性が妻を3人までめとることができるようになった、一夫多再生の日本。ごく普通のサラリーマン、浅尾昌平は、おほうつく会にて、 航空事故に遭うも的確な人命救助をきっかけとして国民栄誉賞を受賞し一夫多妻の権利を得る。エッセイスト、牧村みちると婚約済みだった将兵は権利を行使する気がなかったが、自分を慕う富豪の娘、糸や純やホステスの女性、笹のカナエとの出会いと交流を経て、みちる、淳、カナエをめとることを決意する。みちるたちは当初こそ各自の思惑から、 仲が悪かったものの、昌平の人柄から徐々に家族としての仲を深めていくとともに、それぞれの結婚資金などの問題を解決して結婚する。やがて、ミチルたちとの子作りも含めて、将来に金銭的な不安を覚えた将兵が、それぞれの長所を活かしたカフェの経営に乗り出し、仕事を止めて、ミチルたちによる協力のもとで、 どうにか回転にこぎつけたところで物語は幕を下ろす。民法改正日本は一蓋再生になった1。白戦車。2017年12月7日閲覧。らん。民法改正日本は一蓋再生になった2。白戦車。2017年12月7日閲覧。らん。民法改正日本は一蓋再生になった3。白戦車。2017年12月7日閲覧。らん。 民法改正日本は一蓋再生になった4。白戦車。2017年12月7日閲覧。民法改正日本は一蓋再生になった5。白戦車。2017年12月7日閲覧。民法改正日本は一蓋再生になった6。白戦車。2018年4月27日閲覧。ありがとうございます。